さくな姫よ。その方、あの偽善たる武士竹利備が娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、チンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。何とぞお許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろうものが人に席をなすりつけるでない。申し訳ござめませぬ。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは金太だ。おめが帝ってやつか。ゆいだ。こいなとこやんだを早く消してけらい。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ、すなわち頂の世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは、主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまで、そこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと。サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。今いましきあの地は古くより多くの鬼が救い、未だ我が支配及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら、何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ん？ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる直であるぞ。以上じゃ。下がれ。追放こ。さあ、おひいさま、あちらに。お年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く直を果たし、都に戻ってまいりましょう。さくなさん、心は、あんなやつらと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。ジー殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿か。しかしながら、良い機会なのやもしれませぬな。おひいさまはこの三柱の都で何の労もなく、ご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がおひいさまに多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんをよろしくお願いいたします。この命に代えましても。さようなら、さくなさん。寂しいけれど少しほっとしている。どうして
めんな。ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあよいではないか。してさくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。じい、おいたまじ、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのなら、これからどうすればよいか、はよ申せ。ふん、確かこの洞穴はずっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂にはおひいさまのお母上が住まわれていた家がございます。まずはそこを目指しましょう。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい。いや、お主はさすがに。かいまるは見る手と一緒。他の者はどうした。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。なあ金太。ゆいの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。ぎんぎん、クソ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。おひいさま、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。
ておれ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。どこを見ておれ。鬼ではない、カムヒツキの手のものか。いずれにせよここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃとは。よくも高貴なるこのわしに向かって。おひい様、そやつは。じい、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。足蜘蛛の技見せてくれ。そこ、もらった。逃がさん。そこ、ひどい。行くぞ、行くぞ。落ちよう。こっちじゃ、もらった。こっちじゃ、もらった。遅い。どこを見ておれ。もらった。見えている。それ、行くぞ。おい、こっちじゃ。皆さん、遅い。もらった。こっちじゃ。遅い。どこを見ておれ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 。そこ。本気で行く。それ。散れ。どこ。もらった。どこを見ておれ。それ。どこを見ておれ。もらった。見えている。どこを見ておれ。もらった。見えている。いけ。それ、そこだ。そこだ。それ、そこ。もらった。逃がさん。もらった。落ちよう。見えている。それ、いけ。もらった。それ、逃がさん。それ。行くぞ。どこを見ておれ。ちぇ。もらった。逃がさん、遅い。どこを見ておれ。こっちじゃ。見えている。
地震か？これはでかい。どこへ行く？まだ決着はついとらんぞ。すばしっこいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。